ファンネルがお送りするスポンジボブバトルフォービキニボトム続きをやっていきます。では前回ね、昆布の森ですね、クリアしたので、今回は、ラストっちゃラストになるのかな、ある意味で、この黄金のフライ返し60枚のところ、多分お化け船長のなんちゃらかんちゃらね、これ墓場行きたいと思います。で一応動画外でかなり靴下とか黄金のフライ返し取れるところは一応全部取ったのかな。ちょっとねここはまああとラストか。でカーニーさんのとこはキラキラいっぱい使うんでちょっとあと2個残ってます。で今キラキラが7万あるので本当はここのチケットも確か4万だか4万5千ぐらいかかるんだけど、キラキラが一応ここも通れるようになってるんですが、これちょっと後回しにしたいと思います。とりあえず今回じゃあお化け船長の墓場行きたいと思います。ててーん、ここをクリアすると話が動くのか、それともクリアした後、あでもまあクリアしたらなんか話動くのかな。船の墓場、この呪われた荒れ地のどこかに恐ろしい幽霊が潜んでいます。幽霊いるってことはボスが幽霊なんかな。あれなんか敵でっかくね、あれこんなでかくなかったような気がするんだけどな、気のせい。暗い、やっぱでかいよね、なんかサイズちげえような気がするな。誰だこいつ、お化け船長じゃんそう、お化け船長を邪魔する者は誰だ。なんだアトラクションかこれ僕だよ、スポンジボブだ。クッキーはもういらんぞ。クッキーいらないの。クッキーを売りに来たんじゃないよ。今は気絶するほどお前を怖がせるような気分じゃない。また後で来い。あれどうしたの。あのポンコツロボットのせいだ。あいつらに俺様の船から追い出されたんだ。お化けのくせに自分の船から追い出されるなんて知り合いの前でズボンを下ろされるようなもんだなんとも悲劇的なことなんだぞ。ロボットどもは手に入れた海賊船でお互いにどかしかやってる。楽しそうだね。何か僕にできることは。まあそういうのなら俺の船の大砲を使ってロボット船を片付けてこい。質問はあるか。ありません。さあその素敵な帽子、僕に合うサイズはある。ない。だがこれをやれば黄金のフライ返しをくれてやるぞ。さあ行け。さあ行きますか。じゃあ船の大砲ぶっぱしろってことね。ミスター、発射。これはダメなんですね。こいつすぐ確か回復しちゃうから、急げ。あ、しまった、調子に乗った。で、なんだ？そんなんじゃダメだよってやられてますね。あれ、こいつもまた新しい感じのロボットか？あ、やばい、ロックオンされる。え？何の演出だよ。もう何回かお前戦ってんだろ。痛い。待ってね。あれこんな痛かったっけ。あれしかもこいつよいしょ、バブルボーリングでなんとかなったはずなんだが、朝のバブルほどいい匂いはない。よいしょ、勝利の匂いだ。オッケー。いやなんか手こずるな。とりあえず先進もうか。どうなってんだここの敵、でけえぞ。で待って、先に進めないのはサンディので行かないとダメなんだよねこれ多分。キャラチェンがねえぞ。あこっちから進むの、ちょっと待ってね。結構ホラー展開になるのかなと思ったらそうでもないね。よいしょ、邪魔。一応破壊できるとこ破壊して、これはくっつけるとこが、あそうだ、でも、あ、動かさないとダメなんだ。ちょっと待ってね。その前に、よいしょ。こっちは何だ？止まらないね。キラキラアイテムあげる。宝物。スイッチが入ってますね。何でしょう？押してみよう。不用意に押すのはあれなのかな？えい！いや！何が出るかな？何が出るかな？
お、キラキラじゃなくて黄金のフライ返しですね。え、何これ。あ、滝を止めろっちゅうことか。滝止めた後でやんないダメなのかな、もしかしたら。ではこれをポン動かして、でこれが邪魔だから、あれこれは、あ、そういうことか。でむしろそしたら、あ、でもそっか、ここしか行けねえのか。ちょっと待ってね、ピョンピョン。あっちに靴下あるな、あれどうやって積んだ。まあいいさ、よいしょ。て敵ももう全部ね多分登場したんで、あとはもう相手も総攻撃というか。春風みたいに爽やかだ。オールメンバーで多分来るんでしょう。オールメンバーで来られてもっていうところだけど、これもだな、ちょっとしたギミック。動かすとこで、あ、あれボタン押せるのかな。ダブルパワーいけっかな。押したな。あ、しまった。あ、これでスイッチ踏めばいけるけど、制限時間どうせあんだろ。制限時間があるならちょっとたどり着ける自信がねえんだけど。よいしょ。あ、でもいけるようになってんな、ここ。へい、30秒。そういうことか。よいしょ。スポンジボールの剣をするトークにぴったり。あおう、しまった。これじゃ間に合わねえな。一回戻るか。ちょっと待ってね。よいしょ。スポンジマンはここにいるよ。ここにいるよ。ルート的には左で合ってたんだろうけど。じゃあもう一度チャレンジします。ピーよっ、押した。お、押せたの今の。急げ急げ、スポンジボール。よいしょよいしょよいしょ。じゃじゃ馬、待って、あ、なってた。あ、沈んだ。沈んだ扱いになるのか今ので。なんか挟まった感あるけど。準備オッケー。ちょっと待ってね。あれはなんとか取っときたよね。で、しまって、これいちいちさ、ギミックがリセットされるのが悲しいよねこれ。よいしょ。で、あれも倒してない扱いになる。よいしょ。で、オーリー行って、よいしょ。一応滝は止まってる扱いになってるからいいんだけど。ゴー。じゃあ行きますよ。水に落ちちゃったらダメなのね。で、ここはだから気をつけないといけないんだけど。どこだどこだ、あったあったあったが、ちょ待て。よし、意外と焦らずとも良かったね。で、これしかもここなんかあるな。あ、あとあれ壊しとこうね。よいしょ。待ってろよ。ドン。変に復活されても嫌だからな。で、ここは上に上がると、よっよっ、何があるんだ。あれ、あ、これ入り口かだよね。なぜこんなとこに戻ってくるんだ。痛い。とりあえず先進みましょう。よいしょ。まああれ取っちまえばもうここそんなに戻ることもねえんだろう。で、パンツを入手してちょっと回復して、あの滝を流れさせておかないとダメな場所とか多分ないと思うんで、で、これは押せるとこ押しちゃえばいいんだな。よいしょ。ちなみによ、これをドンドン、なんかよくわかんないけどな。あー、そっか、待って、ギミックがあれになってんだな。これじゃいけないんだ。一回これ押してみる、こっち押して
した後で、あれこいつは動かねえんだよね。だってこいつ動かねえから、あ、これで行くしかないのですか。え、こんな行き方ですか。ちょっと待って、行った、よいしょ、破壊して、いや隣の靴下欲しいけど取れねえなあれ、よいしょ。しかもあいつも邪魔かしいな。キラキラ、待ってね、痛い、落ちる落ちる落ちる、破壊して、体当たり戦法だな。あれ、まだまだやられない、よいしょ。春風みたいに爽やかだ。いやー強いな。マジであの靴下どうやって取るんだろう。あ、そっか、サンディか、サンディになれれば。じゃあとりあえずこっちか。いや心もとねえなパンツが。あー痛い、あーこれは卑怯。あ、こんなとこに落ちてしまっては、もしかしてなんかある。何もないよね。一回落下しとくか。敵が復活しちゃうけど復帰地点し、あーでもチェックポイントからか。あー、めんどくせえとこからなってんなこれちょっと待ってね。あ、やばい、これやばい、やられる。あいつ上の方にいるから倒せないんだよね。待ってね、えい、よし倒して。いやだんだん巧妙になってきてんなこれ。だから待ってね、一回これ押して、押して、あれ押して、これこっちにあった方がいいのかな。よっ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 、そういうわけでもない。あ、そっか、飛んじゃうのか。ちょっと待ってね、よいしょ。で戻って、パンツ大丈夫、パンツ一個取っとく。パンツ取って、新品のスポンジになったみたいだ。でこの上登って、よいしょ。であいつが邪魔だけど、よいしょ。でこいつらは別に倒す必要はないのではという感じで、であれは危険だからバブルボーリングミスター、よいしょ。朝のバブルほどいい、バブルボーリング、よし、勝利の匂いだ。あー待ってね、ロボット製造機があんなところにありますね。破壊して、間に合わない、なぜなぜ今壊れた、よし、オッケー、来るな。これで製造はされないが、待ってね、これが邪魔。あ、ダメだ、これがあるとダメなんだ。一回待ってね、タイミングが、よいしょ。暗号を押しまくるだけで楽しい、よいしょ。あるよね、押せ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 、これでこっち押せば OK で登るんだけど、あー、スイッチがあんな。何のスイッチだこれ、えい、お、マストが倒れた、ルートが開けたな。開けて、これどっか下になんかフライ返しありますね。あれあれはでもどのタイミングで取ればいいんだ。どっか行くとこないよね。降りちゃっていいのかな。いや届かねえよなこれ多分。サンディかな、今やめとこうね。サンディだとブンブン回せば、待って待って急にスライダーだった。あ、これでゲット。え、これこれをくれるっつったの、もしかして待って、わかんねえ。なんか大砲撃てとか言ってなかった。大砲、あ、撃ったのか。ちょっと待ってね。あー、多分これ取れたんだな。いや、わからんな。まあ、とりあえず進んでいきましょう。なんかいろいろ取り逃したりしたら、まあ、それはそれでっていう感じで。なんだこれ、リップっていうやつが。違うの、こっちもリップだ。いやー、謎、謎、謎。で、ここはちょっ
足場がむずいけど下を見て、靴下はないね。飛び乗って次のエリアっぽいな。よし。でもサンディにチェンジできるとこあった？この先でチェンジして戻ってくるのかな。サンディがいないと始まらんが。やあイカルド。あ、イカルド。僕の船尾にモップをかけろ。ああ面白い。プラチナの泡立て器を集めてるんじゃないのか。黄金のフライ返しだよ。なんでもいい、そこに一つあるぞ。お、上か。じゃあ取ってきますか。あいつら嫌なんだよね。ていてい、よし。ピカピカだ。これは爆発させていいのかい？ちょっと上に上がんじゃないの？爆発させると。あ、そういうわけじゃない。沈むのかこれ。いや、ますますサンディがいいなここは。まあただ足場がこういうだけならなんてことはねえのか。よいしょ。てい、オッケー。あ、ここでもしかして？おー、サンディチェンジ。だから必要だったらこっから戻って行けばいいのか、それともまあこの先に行ってあれか。あ、でも戻らないとダメなのかな。ちょっと待ってね。一回戻る？いや、ちょっと先に進みてんだよな、本当は。よいしょ。戻ればなんてことはない。これ倒せねえのかこいつは。よし。あ、そっか。だからスポンジボブで先に進んで、なんかあったらサンディにした、あとここのボックス入って最後のエリア行けばいいみたいな感じにもなってんのかもね。ちょっとややこしいけどね。多分これサンディのまま行けるはず。あ、行った行った。よし、これならばちょっと取ってきたいとこのやつは取っておきますか。靴下をまず取る。よっ。そんなに急ぐ必要もないから、よいしょ。と、はい、楽勝。うわ、パトリックの靴下。あっちに飛んで、あれ、ここだったっけ。この先上だよね。ミスったな。ここじゃねえよな。あっちに渡るには行けっかなこれ。あ、行けないな。戻るに戻れねえんだよなサンディだと。落下すればもしかしたら、それともこのまま行けるか。行けない。ちょっと待ってね、一回落ちてみよう。あ、そっか、落ちるにもあれか。乗っちゃうのよねー、これ乗っちゃうんだよねー。てい。基本スポンジボブじゃねえと戻れねえから、一回奥行って落下死して、多分出口側からスタートするはず、サンディのままで。うん、よし、オッケー。思惑通りで助かったが。で、靴下は取ったから、で、チェックポイントで、ここはあれになっちゃうんだね、スライダーになっちゃうけど。ドキー、貴様らに用はない。よし、オッケー、アイゲット。これで待ってね、ちょっと確認してみっか。ここは多分これのことか、さっきの海底タンカーで、たくさんの船の上はイカルドのとこだから。で、靴下はあと2枚か。よし、じゃあちょっと申し訳ねえが、また落下してこっちに何もないよね。よし、落下して、まあ、わざとね、こうデス、これはデスループなんて言わないよね多分。あれ、どっちだこれ。あっちか。じゃあ次のエリアちゃんと進みましょうね。よいしょ。まあただサンディじゃいけないから、どの道スポンジボブに変えてからね。
よし、イカルドなんか話すかな、サンディに。こんにちは、イカルド。平穏はもうこれまでだ。ずいぶんまた悲観的なこと。えいっ。あ、サンディだと一撃でやれるな。あのサンバカトリオ。よいしょ。痛い。やろう。落下して、あ、パンツ取れなかったな。まあいいか。よし。で、スポンジボブにチェンジ。オッケー。では上行きましょう。上に参ります。よいしょ。ずいぶん高いとこ来てな。あ、ここもでもサンディだね、やっぱり。サンディだから、どっかにテレポートボックスがあれば、春風みたいに爽やかだ。サンディにチェンジした後に戻ってくれば。あ、っていうかここにもあるじゃん。ここにもチェンジポイントが。まあ、これでパトリックだったら笑うけどね。で、下はいける感じではないね。よし。で、ワフックに乗って、遠くまで行きましょう。よっ。これベストタイミングでやると、めっちゃ上に飛ぶんで、これ多分今ベストタイミングだと思うんだけど。で、こちらですね。よいしょ。チェックポイント。で、あっちに行けばいいか。下はなんかあるか、あれ。通るわよ。よいしょ。オッケー。誰かが役に立ててくれるといいけど。さあ、どこに進む？まあこっちなんだろうな。よいしょ。よいしょ。ビームサーベル兵がいたな。よいしょ。またスポンジボブにチェンジできるとこがある。ではチェンジして。上に参りましょうか。あ、なんかゴロゴロ音がすんな。あ、待って、いけなかった。あ、これなんか出っ張ってきてたのか。気づかなかった。それの音か、ゴリ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 って。よし、なんてことはねえんだけどね。あっちとか行かねえよな。サムネ的にはこれいいんだけどね。お化け船長っぽいホラー感あってね。スポンジボブが変な顔すればいいんだけど、まあいいか。よし、お化け船長の墓場、これなんだ。下行っちゃったら、あ、お、これ何。すげえフェードアウトしていったな、右側に。まあチェックポイント入ってたから大丈夫。スポンジボブ、今日は誕生日だぞ。誕生日だぞ。そうだったので、これ待って、一回下行ってみて、何もないよね。え、横飛べた？これ待ってね、練習しないとダメだな。今逆側に行ったぞ。行けるな。行けた。よいしょよいしょよいしょ。あー、結構これ壁走り的なのが続くんか。まあ、バツボタン連打してればいけるんですけどね。で、待って、なんか敵の反応ありだか。あ、そっちか。うわ、めんどくさ。これ、めんどくさいよ。この近距離で戦わせるか。よいしょ。落ちろーっていう感じね。あー、なんかあれすげーギミック。くっつくとこ難しいよね。よし、チェックポイント。あ、しまった、危ね。待ってね、爆発。で、それはいいんだけど、ここは届くかな？届いた。キラキラ、だいぶまた使わされられんな。いや、何よ？なんか出た？あ、バンジー。バンジー！キラキラだけだよね。うわ、すげえこれ。頭に来た。何の空間だよ。よし、OK。これもフライ返しですね。ちょっとチェックしましょう。はい、ナンパ船バンジー。あと3つか、出てねえのは。よし。さあ、ここはだから、待ってね。
超むずいんだけど、どうすればいいの、この動きと合わせていくのかな。そんなことできる、まあできるんだろうな。できてる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 、待って、よし、オッケー。なんか偶然のような気もするけど、まあいいだろう。よし、あいつを倒して、この先が偶然じゃいけねえだろうな。倒した今。これがわけわかんねえんだよな。あー、そういうことか。これで、あー、タイミングむずいよこれ。まあ音ゲーか。待って、あの乗っかったけど今。やめろ、ビームサーベル、危ない。ここにいるよ、落とされる。待ってね、もう仕様はわかったから、ちょっと待ってね。で、乗っかっちゃうけど、あ、フライ返しがあったな今。ビームサーベルやめろ、ビームサーベルやめて、お前ら痛い。よいしょ、バブルボーリング、オッケー。で、これ壊しといて、キラキラは多い方がいいからね。上行けば取れますね。で、テレポートボックスもあると。はい、ゲット。あれでもルート的にこの先あったかい？あ、これ乗るともしかしてどっか行くな。お化け船長の船に行く。ボスじゃねえよな。あ、なんかスイッチあるよ。これ戻りの船か。そういうことか。あ、カーニーさんいる。カーニーさん、なんだよ今度は。ほーら、スポンジボブ。私の船尾にモップをかける。おい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 、あ、そのジョークはもうイカルドにやりましたよ、カーニさん。そうですね、やりましたね。ああ、そうか。だが面白いだろう。うん、笑ったしね。はい。お前に仕事をやろう。ロボット船の発電機を全部壊すがによ。おお、全部壊すのか。電源が落ちたら、お化け船長の船の大砲をぶっぱねしてロボット船を破壊するんだ。あ、これのことじゃないの。大船に乗ったつもりで待っててください。多分あのお化け船長が言ってたのはこれのことだよね。さあ行きましょう。じゃあぶっ放せって言われてもね。まあ発電機をとりあえず壊せばいいんだな。よいしょ。これ入るとかねえよな。ないね。まあいろいろ隠されてるものとかはあるんでしょうが、新品のスポンジになったみたいだ。下にプロペラとかあったりね。なんか靴下でもねえな。あ、これでも大砲ぶっぱで切るけど、タンを押しまくるだけで楽しい時ってあるよね。押せ、あー違うな、押せ押せ。発電機壊さないとダメってこと。よいしょ。あー、これ壊れるのかい。足場、この先スリップ注意、スリップ注意。よいしょ、いけますよ。よし、発電機ってこれどうやって壊せばいいんだ。あ、壊れた。意外と簡単だった。よし、壊していこう。ちょっと待ってね。よいしょ、てい、ちょっと怖いんだ。何の声、やめろ。朝のバブルほどいい匂いはない。どこにあるロボット製造機。ロボット製造機を破壊しないと。あ、上にいるな。これは多分足場が降りてくるパティーンかと思ったら動かない。動いた、足場来たね。で、上に乗ってどうすんのこれ。こっからもしかして、これで遠くのバブルに挨拶しな。挨拶しな。ドン。まずこれ破壊。あ、でも違うかな、これ下に行って大砲すべて壊した。あっち行きたいんだけどね。あっち行きてえけど、行く方法がサンディの縄でしかねえから。ハンマー、ハンマー、そういうことか。どういうことだ。あ、てか上でサンディに変えられんじゃん。てかもうやられる。やられてしまうけど、サンディにチェンジ、チェックポイントも入った。で、ちょっと待て。動く方向おかしい。これ下の方にもしかして靴下あっかな。でもこのままだと、ヤッホー、いけねえな。いくらサンディでもそっちに乗れない。
待って、あいつが邪魔だな。あ、倒せるのこれ。えい。じゃあ戻ってあれか、そっか、大砲ぶっぱすればいいんだ。なんかあれあるかな、あの辺。まあいいや、とりあえずサンディなら安全に戻れるんで。足場見えねえ。あ、ちょっと待って、危ねえ影が出ねえ。よし、 OK。 大砲撃つってないのかな。あれないな。カニーさんに話してきた方がいいかい。よいしょ。でもスポンジボブに用があるとか言いそう。おはようございます、カーニさん。あ、これで終わっちゃったよ。この上にも行きたいけど、樽乗ってどうこうはねえだろう。あー、行けないな。ちょっと待ってね。登らない。ここはジャンプしたとてな、あっちに行けないし、登らないもんね。どうすればいい。あっちの上に靴下があるの発見できたが、この上からもしかして、あ、行けそうだな。よし、行った。よいしょ。こんな強引な生き方でいいのかわかんないけど、よいしょ。ちょっと一回先にパンツ取る。よし、すっきりしたわ。役に立ててくれるといいけど。で、上行ったけど、どうしよう、靴下取りに行きてんだけどな、本当は。まあいいや。よいしょ。よいしょ。ここでちょっと待ってね、上乗って、まあスポンジボブにチェンジしろってことか。そうすれば大砲撃てんのかな。えい。オッケー、では撃ってやろうじゃないか。てい。いや、撃ち方わかんねえんだよなこれ。待って、宝箱もあるけど開かないし、 あっちもある。あれ、サンディで叩けばいいのか。全部の大砲をちゃんとあっちに向ければいいのかな。よいしょ。あ、でもあと1個あんな、大砲。え、あと1個どっかあった。ちょっと待ってね、上か、上なのか。これで、あ、でも上いけねえよな、こんなんじゃ。ちょっと待ってね、こっち飛んで、あの上はどうやっていくんだ。あっちに大砲あった。あの大砲に行く方法がわかんねえ。まあとりあえずあのトランポリンに乗ってみっか。これが何かの、あのトランポリンに乗ると何か高いジャンプができるとかならいいんだが、あ、ちょうどいいじゃん。よいしょ、待ってね。あ、行ったな、行った行った。よし、やっほー。で、ここ行けばこっちから上にも行けるし、そこの大砲も解除できると。こっちね。 OK、 発射準備できたよ。あれを押せば OK だ。ではスポンジボブにする前にちょっとあっち行ってみましょうか。よいしょ。ちょっと怖えなこいつ。よいしょ。これあっち側行っても何もないよね。とりあえずこっちに靴下がある程度か。まだロボット製造機が復活しちゃってんだよな。これでパトリックも満足でしょうね。で、じゃあ戻りますか。待って、どうやって戻るんだっけ。こっから戻るにはちょっと大変なのか。一回こっち行かないとダメか。落下した方が早いかもしんねえな。よいしょ。よいしょ。ちなみにどこに出た、あのスイッチ。スイッチ出た場所わかんねえんだけど。宝箱あったのって、あれ隣の船だっけ。あ、結局戻んないとダメか。この上じゃ、あ、上だ。上に行くには待ってね、そうだった。
めんどくさいな。このまま戻れたりしないかな。待ってね。ああこの復活でどこに戻るかだな。あ、でもそうだ、あっち側にチェックポイント出ちゃったんだ。こっち側にね。これで戻るしかねえか。ちょっと待ってよ。よいしょ。あ、フライ返し出てる。フライ返しまず取ろう。これで取って、ちょっと待ってね、マップというか確認して、残すはこれ大砲ぶっぱすれば出んのかな。いや、かなり順調順調。ただね、靴下1枚、残り1枚あるんだけど、どこなんだろう。なんか全部破壊すると出るとかかな。えい、失敗した。撃てー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 。4発もう相手の船ボロボロなんじゃないのこれ。やった、船を取り戻してロボットを倒したよ。旗が変わった。よくやった。だがよく見てみると、黄金のフライ返しはピカピカでいいじゃないか。これは俺様が取っておこう。お、初めて隠した宝を思い出す。でも取引だよ。ふん、幽霊と取引するもんじゃないぞ。俺様には取引なんて意味がない。1873年にバターを作る道具を手に入れた取引は別だがな。いいものだった。クリーミーな手作りバターほど最高なものはない。なんかサンディが取りそう。ちょっと待ちなさい、バター好きの幽霊おじさん。海の鶏みたいに約束を忘れたっていうの。海の鶏、俺に喧嘩を売ってるのか。このピカピカのやつがどうしても欲しいなら俺様から奪ってみるんだ。あ、ボス戦だなこれ。やってやるやってやる。さあボス戦になりました。行きましょう。そんな難しいもんじゃねえだろ。尻尾に投げ縄を投げる。尻尾、すげえビーム、やるじゃん。チキショー、逃げられた。一回はやられっかな。まあ出るポイント分かれば。待って、どうやって投げ縄投げんのこれ。え、これこうやって、ああ待って、タイミングを待つしかねえのか。お化けを逃がさない。わかんねえわかんねえ、わかんねえわかんねえ。一回回復しとこう。ポンジボブのパンツを履いてるなんて信じられない。距離さえ取れれば、これでいいわ。 2,3 回避ければいいんだな。いや、このレーザー速いんだよね。バックトゥザフューチャーのデロリアンみたいな、あの炎の奇跡ができるけど。もう一回か。だいたいパターンというか、あれ増えるんだよね。で、多分これで来るから、えい、あと1回だな。ただ多分強い攻撃モーションが出てくるはず。あ、範囲が広がった。ちょっと楽勝すぎませんかねこれ。もっと早く移動するとかだともっと難しいんだけどね。まあでもステージ自体もちょっと長かったというか難しかったから、こんなもんでいいのかな。もしかしたら第2形態あるかもしれないけどね。なんかパトリックあったもんね。レーザービーム、レーザービーム、終わりかな。これで尻尾つかむか。もう1ターンあるか。もう1ターンありましたね。さあ避けまくれ。よし、これで来て尻尾つかむ。どうだった？汚い幽霊め。汚い？このジャケットは洗ってあるんだぞ。洗ってんのそれ。みんな喧嘩はやめて、いいことを思いついた。すげえ。おう、まるで俺の船みたいだ。カビとかハエまでちゃんとついているな。いいじゃないか。よし、ろくでなしども、黄金のフライ返しをやろう。いいね、今のあのタッチ、パチッて。よし、取ります。はい、これで95枚ですね。あれでもクリアしました。黄金のフライ返し自体は取ったよね。あと5枚あるんだけど、
パトリック1枚、カーニーさん2枚でしょ。で3枚、あと2枚は、あ、そっか、餌バケツ艇か。さあ、では靴下の方は私ちょっと残り1枚ここ確かあったんだけど探しておきますね。では戻りますか。ビキニタウンに戻って一応全エリアというか黄金のフライ返し使うとこはクリアしました。戻って何か出るんかこれ。転がせ転がせコロコロスポンジ、コロコロスポンジで、なんかちょっと始まっちゃったらちょっと今回は動画ねここで終わりたいので、まあ場合によってはバサッとちょっと切って次回にしたいと思いますんで。あ、出ねえな。だエサバケツ手入ればなんかあるなこれきっと。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回、まあ、エサバケツ手行くのもあるし、ちょっとここもね、あのキラキラアイテム使って入りたいと思いますんで、その辺やっていきたいと思います。ちょっとカニさんに、まあいいかそれは。キラキラアイテムも多分いっぱいあるから、カーニーさんからも黄金のフライ返しちょっともらっときますね。いいか、ちょっと一回話すか。職人の技。よし、じゃあ取っときまーす。まあもう一個取っといてもいいな。で、職人の。いや、今回合成ですね。がっつり取りましたね。はい。で、じゃあね、靴下、ちなみにお化け船長の1枚取れば多分パトリックに渡せるね。うん、今9枚持ってるね。はい、では次回ねラストになるかなと思いますんで、またよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。またねー。